12月25日若手 TV のオフ会を開催します。クリスマスお前らどうせ暇やろ、俺らが相手したるわ。バカタレ、詳細概要欄で。どうも山です。フーミンです。若手 TV です。今回は琉球大学に来てます。国公立最底辺大学、はい、やめろお前早速とりあえず国立行きたいやつの巣窟やめとけお前ちゃんとね総合大学ですかね、医学部もあります。琉球大、みんなね、はい、どんな大学なのか気になってると思うんで、はいはい、ぜひチャンネル登録の方もお願いします。高評価と概要欄の方から SNS のフォローもお願いします。行ってきましょう C さん。わかって TV。 いやささシーサー、いやささいやささささささシーサー。はい、というわけで、はい、琉球大生の方見つけました、はい、お兄さんは出身はどちらですか。出身は鹿児島の方。あ、鹿児島からどうして琉球大学選んだんですか。亜熱帯のことちょっと知りたくて、はい、おー、はいはいはい、ヤンバルクイーナ、あ、そうそうそうイリオモテヤマネコ。大学でどんな勉強してるんですか。森林とか。おお、はいはいはい、沖縄の森林。ヤンバルクイナーとか西表山猫とか、どうですか沖縄のキャンパスライフは。思ったより自由で、はい、気軽にヤンバルとかも行けるので。あ、ヤンバルってどこですか。北の方に、はいはいはい、車で 2,3 時間ぐらい、はいはい、あー結構遠い。琉球大学って、はい、なんか1時間ぐらい遅刻しても大丈夫って聞いたんですけど。いやいや思ってたより緩い感じ、はい、あ、緩い。いやいやいや、ダメだろそれお二人は今は何年生ですか。2年生、はい、どうですか琉球大学は。食が美味しいです。お、そうなの。チキンのタルタルソース、全国のキャンパスにありそうな気もしますが。アグー豚とか使っといてほしかった。あ、なんかね、確かに奈良ではの特色とかないの、ね、メニューとかないんですか。もずくとかね。沖縄のメニューって感じのやつはないです。あ、ないんや。県外の人も多いんで。なんで県外の人多いか教えます。琉球大のセンターのボーダーが低いからです。いや、やめてくれやめてくれよ、まあ、流れてくるのよ、逃げてくるのよ、本当から。違うわ違う、いいとこですよ沖縄県民がやっぱ琉大に行くってこのエリートコースですよね、きっとです。そうですね、沖縄の東大って言われてる出ました、沖縄の東大日本の底辺国立大やのに合格祝いの日とかホテルのランチで。琉大の合格祝いにホテルでランチ東京の方やったら琉大行くって決まったら、うん、お母さん涙流して流さない流さない。でも琉球大の魅力あると思うんですよ。そうですね、自然が豊かで。おお、あのですね、琉球大学はなんと全国で4番目に大きいキャンパスです。あ、そうなの。そうなんですね。1位北海道大学、はい、2位筑波大学、筑波大学、はい、失礼しました、申し訳ない。1位九州大学です、はい、2位、筑波大学、はい、3位広島大学全然ちゃうやん10位4位が、琉球大学です、ね、ね、はい、琉球大学の学食来ました、はい、カツですね。おー、はい、まあ、豚が有名ですね。おすすめしてくれたカツを食べたいと思います、はいはいはい、じゃあいただきたいと思います、うん、しょっぱ。センター試験の点数足りひんくて琉球大行った涙の味がする。やめろお前僕の方はローストビーフ丼ですね。うわうまそう、いただきたいと思います。琉球大のお兄さん見つけました、はい、あ、こんにちは全国の視聴者の皆さんこんにちは。いやいや、なんやねん。いやいやちょっと大丈夫ですか。よく琉球大入れましたね。いやお前どういうことだお前琉大生、はい、何年生ですか。2年生です、ね、2年生。学部は人文社会ってところですね。おお、はい、わかりました。文系です。落ち着きなくないですか。いやいやいや、どうして琉球大学へ。はあ、そりゃもう地元の大学で一番いいところだからですね、うん、琉球大学のいいところ、はい、めっちゃあったかいっていうところです。え、めっちゃ高い。あったかいじゃないですか。あったかい、あ、はいはいはい、はい、寒がりな人おすすめ大学ですね。はい内地から来た人に多いんですけど、はいはい、ここでは一番じゃないですか。はいはいはい、国立としては底辺なんですけど、はいはいはい、バイトとか行った人になんかすごい褒められるとか面白くないですか。何のバイトしてんの。塾校なんです。おお、うん、難しい問題解けた生徒に面白い無で、わ、これもう龍大受かんなって言ったらすごい嬉しそうに
内地の人は国立ってだけでも少し高く街、ぐらいで見てる人もいますよね。あそれおもろいね。東京でどこの大学と同じでしょうみたいなね。そう、慶、龍とか言いそうじゃない。やめとけよ言わないわお前。お二人は、バカTV見てくださってますか。あ、そうです。龍大の風味ちゃん。いや、やめろお前本当に。どうですか琉球大学、うん、無駄に広いぐらい。あ、無駄に広い。お、自分たち農学部なんですけど、はい、農学部じゃあっち側にあるんですよ、はいはいはい、橋渡ってこないといけないので。あら、橋がある。それは結構大変ですよ。なるほど、なるほどね。どうして琉球大農学部選んだんですか。前期落ちたんで。聞きましょう、あなたの第一志望はどこでした。琉球大学の医学部の保健学科ですよ、はい。あ、そこ舐めやったけど結構博打や。前期も後期も両方琉大受けるって。親が琉大しかダメって言ってたんで。あ、親が沖縄しかダメって言ってほしくないんで、なるほど、ね、マザコンか。お兄さんも沖縄の人。沖縄じゃないです。あ、どちら、どちらから。愛媛県なんですか。琉大選んだ理由は、はい、高1の時から沖縄行きたいなっていう。そこからはぼちぼちの勉強できました。なるほどね。恋愛事情っていうのはちょっとやっぱ気になってまして。2週間前ぐらいに別れました。おお沖縄の離婚率、はいはい、全国ナンバーワンです。ワーストワンかな。あら、一番離婚率が高いです。あ、そうなんですね。だからね、カップルも破局率が高い。いや、それは分からないよ。すぐ別れる大学です。やめてください。そんなことないです。分かって日々知ってるんですか。自分は見てます。あ、本当ですか。あら、出身はどちらですか。沖縄です。沖縄。熊本です。熊本から。はい、九州からね。なるほど、はい、こんな服よう着れるな、思うもん。琉球ユニバーシティ。いや、めっちゃ愛してるねだから俺恥ずかしくて着れない。いやいや、そんな女の子可愛いイメージあるんですよ、僕の中で。あ、確かにね、沖縄の方ね。一応一番可愛い学校教育可愛いんじゃないですか。一番可愛い学校。国際地域。国際地域。あ、なるほどね。なるほど、はいはいはい。琉大恥ずかしくて脱いだね。じゃあこれ、あの、彼女いるんですか。あ、一応。お、一応。どちらにいらっしゃるんですか。はい、沖縄じゃないですよ、広島です。広島に。どこで会うんですか。会いに行ったり会いに来たりって感じです。お、じゃあ広島とか沖縄とかで。そうです。はいはい。じゃあ沖縄来た時はどこ行くんですか。こんばんは、チュラミキャスト。うわ、いいですね。ベタ、めちゃめちゃベタでしょ。いいでしょ。今約束前で伸びちゃったら申し訳ない。伸びちゃったら申し訳ない。はい。どうすか、琉球大。規模でかいよね。あー、広すぎる。広すぎる。面積もだし。確かに。人もいっぱい。人も多い。なるほど。琉球大って全国何番目の大きいか知ってます。4番目。みんな違う。真ん中のお姉さんが正解です。2番目と沖縄調子乗るな。そう、琉大のいいところ。あ、いろんな国から来て。あ、いろんな県から来てる。そう、国も多いじゃん。さっき自分道聞かれたんですよ。総理総理って話しかけられて、はい、自分英語苦手だからこっちまっすぐ言って。沖縄のおばちゃんや。逆になんかちょっとここ微妙だなみたいなところ。はい、あの、メリットデメリット。もうボロッと言ってたから、ボロッと本音が出ました。ですよね。こんな感じで。ちょっと雨とかね、おい、湿気が多いからね。琉大男子どんな感じですか。マックナイサー男子多いね。マックナイサー系男子。2021流行りそう。理学部理系ですね。はい、なるほどね。ご出身も聞いてもいいですか。はい、僕地元沖縄。沖縄。僕富山県です。富山。沖縄です。沖縄。沖縄、はい、はい。じゃあちょっと富山の。なんで富山から。そう、なぜ大学選ぶってなった時に、僕ら3人生物の学科なんですけれども、はい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 、環境がやっぱり独特なので、はい、地元では学べないものがあるんじゃないかなと思って沖縄に来ましたね。あ、センター試験点数足りなくて、うん、仕方なく琉大みたいな人も多いと聞くんですが、本当の理由はどっちですか。両方っすね。なるほど。第一志望はどうだったんですか。ほんまに学力めっちゃあったら東京周辺の大学に行きたかった。ああ、東京海洋大学とか。あ、そうですね、琉球大学に来たら、うん、なんか似たような会話のこと学んでるんじゃないかなってことで、うんうん、ここはいいな。お買い得大学ですね。いやいや、言うなそれは。そんなことないよ、ちゃんと国公立大学ですから。彼女さんとかいる人います。先月、あの、4人と別れたんですけど。え、4人。そうですね、今月。あれ、ちょっと待って、ちょっと待って。え、どういうこと。4人と別れた、はい、で、今月新たに5人と契約して、はい、今だいたい37人くらい。え、彼女ですか。あ、そうですよ。待って、あの、ちょっと待って、すげえ、すげえ、ちょっと待って、あの、やべえ人じゃん。1週間で7日間しかないんですよ、1週間って。最多7人ぐらいしか会えないと思うんですけど、どれぐらい会うんですか、それは。午前中、午後とか、はいはいはい、朝、夜、はい、切るみたいな。はいはいはい、はい、はい、結構、可能っちゃ可能なんですよ。性欲怪獣や。遠距離の方とかもいるんですか、それは。あ、そうですね、東京だったり大阪だったり、はいはいはい、イベントがあるごとになんか知り合った方とかもいて、はい、まあ、沖縄県内だけではないです。はいはいはい、沖縄県に何人いるんですか。すごいな。20人ぐらいかな。あ、すごいっすね。正確な数はちょっと覚えてないんですけど、はいはいはい、どうする友達。続ける。いやいや、やべえやつやん。いや、やめとけよ。普段どんな感じだろう。普段結構真面目に授業とかも受けてる
てあくまでも表の姿です。いやいやいや引いてるもんだって。知らんかってこれ。もうめちゃめちゃ引いてるやん。 AV 男優。いやちょっとはい、というわけで琉球大学キャンパス調査やってきました、うん、はい、ちょっとね僕最初国立の低い大学ってイメージがやっぱ強くて、いや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 、ちょっとねそういう感じかなと思ってたら、なんか楽しそうな人が多いですね、うん、陽気な人が、ね、はい、琉大の面白さというか、うん、隠れた魅力が皆さんに伝わったんじゃないかなと思います。はい、はい、琉球大学は沖縄では東大ですんでね。はい、チャンネル登録、チャンネル登録お願いします。高評価と概要欄から SNS のフォローもお願いします。じゃあ今日この辺でバイ。なふみ、一番コメントが面白かったやつに午後分かってカレープレゼントしようぜ。こんなうまいもん低学歴にあげて大丈夫？やめろお前。詳細は概要欄で。